はいどうも、100日連続100キロ挑戦、上山充です。で今日はですね、100日ね連続でフルマラソンを走った僕がおすすめするランニングシューズ第2弾オンのですねクラウドフローでございます。でですね、僕ねこのクラウドフローに対してものすごい思い入れがあるわけなんですよ。で僕はですね、昨年100日ね連続で100キロ走るっていうね挑戦をしたんですけれども、まあ、5日間連続でね100キロを走って、6日目はね63キロ地点でリタイアしたんですけど、100キロをね連続で走ったらもう3日目ぐらいで、ね、もう筋肉痛でね足がもう全然前に出なくなってしまったわけなんですよ。でその時にね、まあ、気分転換も込めてこのねクラウドフローをね履いたわけなんですけれども、あれだけ前に出なかった足がこのクラウドフローを履いた途端にポン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 前に出ていくわけなんですよ。それぐらいですねこの反発性にね優れたシューズなわけなんですよ。で僕その時にね、もうこれちょっとした乗り物やんって思ったんですよ。まあ言うたらですね、車、バイク、クラウドフローみたいなね、もしくはですねもうこれ言ったら交通手段やんって思っちゃったわけなんですよ。市営地下鉄、市営バス、JR クラウドフローみたいな、それぐらいですね、自分がですね、このシューズを履いて走ってるってよりかはですね、このシューズが優れた反発性によって自分自身の体をですね、前に前に運んでくれるっていうようなシューズなわけなんですよ。クラウドフローってね、直訳すると雲の流れっていう意味なんですけれども、まさにね、雲の流れのように自分自身の足がですね、快適に前に出ていくっていうような一足です。で、このクラウドフローね、昨年にですね、アップデートされたわけなんですよ。で、アップデートされる前のクラウドフローがですね、これになるわけなんですけれども、まあ、大きくね、変わった点を一つ挙げるとするならば、このね、ソールの部分がですね、変わったんですね。で、どのように変わったかというとですね、このね、ソールの部分が、オン独自のスーパーフォームって言われてるヘリオンっていうね素材に変わったわけなんですよ。でこのねヘリオンに変わったことによってどんな風な変化が起きたかっていうと、前回のクラウドフローよりかはですね若干ね重たくなったんですけれども、重さが増した分まずね安定性が増しました。そして何よりもね耐久性が増したわけなんですよ。で僕これほんと去年履いてもう1年経つんですけれども、まだまだ現役で使えるなっていう風な感じなんですよ。で前のね、このクラウドフローの時は、まあ僕やったらですね、ハーフとかフルの時にね、タイムを狙うっていうことのために使うやろうなっていうような感じやったんですけれども、アップデートされてですね、こっちのね、クラウドフローになってからはですね、もちろんハーフとかフルでね、タイムを狙うってことにももちろん使えるシューズではあるんですけれども、それと同時にね、100キロを超えるような、ね、レースでも全然使えるシューズになったなっていうのがね、僕の感想です。でね、オンが大事にしているポリシーがあって、僕がすごい最も好きなね、一つのポリシーなんですけども、それが何かっていうと、デリバーワオって言うんですよ。めちゃくちゃオシャレやなって思うんですよね。ワオを届けようっていうね。で、まさにね、このクラウドフローにデリバーワオがほんと詰まってるなっていうふうに思ってて、僕ね、これをどんな人にね、おすすめしたいかっていうと、今ね、本当にこう数年前と違ってですね、スポーツデポさんとか、ゼビオさんとか、まあ、本当にいろんなところでね、オンのシューズを目にする機会っていうのが増えてきたじゃないですか。なんで、一回ね、オン履いてみたいなっていう方たくさんいてると思うんですけれども、いろんなモデルが出てるので、どのシューズにしていいかわからへんっていう方にこそ、僕はですね、オンのね、自分にとってのファーストシューズをクラウドフローにしてみてはいかがでしょうかっていうふうに思うわけなんですよ。で、なんでかっていうと、この一足の中にね、ヘリオンっていう素材も使ってますし、スピードボードっていう技術があったりとか、もちろんね、このクラウドテックっていう技術もあって、オンが開発してきたね、非常にレベルの高い、パフォーマンスをね、一手にこう享受できるシューズやなっていうふうに僕は思うわけなんですよ。まあ、これはですね、クラウドフローに関わらず、オンのシューズ全般的に言えることなんですけれども、今までのランニングシューズとの違いってどこにあるかっていうと、例えば、まあ今までのランニングシューズって、じゃあ自分がですね、サブ4とかサブ3とかサブ 2.5 とかっていう風に、自分のね、目標タイムを縮めるために使う道具っていう風な見方やったと思うんですね。で、もちろんね、オンのシューズでそういう目標を達成するっていうことをね、こう力強くサポートしてくれるってことは間違いないんですけれども、オンのシューズはですね、もう一つあってですね、このね、クラウドフローは特にですね、自分自身のランニング体験を丸ごと変えてくれるって感じなんですよ。で、ランオンクラウズとかっていうふうに言うんですけれども、
雲の上の走りという体験をこの一足がねもたらしてくれるなっていうふうに思うわけなんですね。本当ね、こう苦しいトレーニングを楽しいアクティビティに変えてくれるっていうね、まるっとランニング体験を変えてくれる一足やなというふうに思います。なんでですね、一回ねちょっとねオン履いてみたいなっていうような方であったりとか、もちろんねランニングを始めたばかりのビギナーの人から、ウルトラマラソンをね走りたいというふうにこうステップアップを狙っている方からですね、もちろんですねランニングを続けて、ね、もう何年もなるようなベテランランナーまで、どんなランナーが履いたとしても満足させてくれる一足やなというふうに思います。ということでですね、今日はですね100日ね連続でフルマラソンを走った僕がおすすめするランニングシューズ第2弾オンのですねクラウドフローでございました。でそれではですね、今日もねこの動画が面白いなっていうふうに思った方はですね、高評価ボタンですね、チャンネル登録、あとねコメント、皆さんのコメントにですね僕はですねめちゃくちゃ力をもらっております。なんでコメント書いてくれたらすっごく嬉しいです。それではね今日はどうもありがとうございました。またね次の動画でお会いしましょう。